はい、皆さんお疲れ様です。高原です。今回は、絵を描く人向けのメンタルの管理についてお話ししたいと思います。結構ね、僕も絵を描く知り合いとかクリエイターの知り合いは多少いますけど、やっぱりこうメンタルに不調が出ると結構絵って描けなくなるもんなんですよ。うまければなんとかなると思いがちなんですけど、うまくてもやっぱりこう描く気力がなかったりとか、なんかこう気分が沈んでたりすると、やっぱそれだけで、こう何か作るもののこのクオリティってだいぶ下がっちゃうんですよね。なので結構このメンタル管理っていうのは重要だと僕は思っています。で、僕フリーランスになったのが1年半ぐらい前なんですけど、それまでは基本会社で仕事をしてました。なんだけど、フリーランスになってから家でずっと一人で仕事するようになったんですね。それは全然いけるやろと思ってたんですけど、仕事はいけたんですよ。できたんですよ、ちゃんと。なんだけど、結構そのメンタルの不調が、出てきちゃって、すごくこうネガティブっていうか、なんつうのか、すごい無気力になったんですよね。なんかこう収入は増えたんだけど、なぜかこう気分はこう落ちてくみたいな、すごい嫌な状態に陥ってしまって、これは去年ぐらいの話なんですけど、そこから結構そのメンタルの管理とか自分の気持ちをこう持っていく気持ちをこう落とさないようにするっていうのはすごく大事なことだなと。この絵が上手くなるとか、なんかこう仕事できるようになるとかっていうことを、よりも大事なんじゃないかなっていう気がしてます。っていうのは、絵が上手くなったとしても、そのさっき言ったようにメンタルがこう気分が落ち込んでたり、なんか無気力だったりすると絶対いいものを作れないんですよ。その上なんかもうやる気がなくなったりとかしてると、もうそれ以降他のこともあんまり上手くできなくなるんですね。僕はだから去年のその時期は本当に家事とかも全然できなくて、なんか食事とかもすごい適当になっちゃって、体重もねすごいね落ちたんですよね。5キロぐらい落ちちゃってっていうので、っていうのがありました。で、ここからじゃあどうやってその、メンタルを持ち直すといいと僕が思っているかっていうと、結論から言うとですね、運動をするのが一番いいと思います。なんだ運動かと思うと思うんですけど、僕もね、運動するのバカにしてたんですよ。正直。もうちょっと年取ってからでやるもんだろうと思ってたんですね。すごい失礼な感じで言うと。運動とかそんなガツガツやんなくていいでしょと。俺元気だし、みたいな感じで、すごくそういうふうに思ってたんですけど、やっぱり自分がなんか体調を崩した時を振り返ると、やっぱりね、なんかこう いろんな複合的な要因はあったんですよ。結構その人里離れたところに住んでたんで、僕は家賃が安いところに住んでたんですね。それはフリーランス成り立てだったんで、食事とかもなんかね、ほとんど出前を取ってましたね。買いに行くのめんどくさいから出前をずっと取ってて、で寝る時間とかももうバラバラで、こう昼夜逆転の生活をずっとしてたんですね。そうすると睡眠のリズムも崩れて、で活動量が少ないんで、こう代謝が落ちて、体温もちょっと下がり気味になってて、そうすると夜ますます眠れなくなったりとか、お腹あんま空かなくなったりとかっていうので、すごいね、悪循環に陥ってたんですね。でそこを断ち切るきっかけになったのが運動するっていうことだったんですよ、僕の場合は。去年の8月ぐらいから武道を始めたんですね、僕は。空手なんですけど、その時の駅の近くにあった道場に通うようになってから、そこに週に2回ぐらい、行って、かなり割とハードな運動だと思うんですけど、割とハードな運動を週に3回やるようになってから、急にこの体調が良くなったんですね。これは考えてみると当然で、
っぱりこう食事とか睡眠って、やっぱ体をこう正常に動かすためにやっていることだと思うんですね。やっぱこう動かずにじっとしてるんだったらそんなにこう食べる必要もないし、そんなにこう寝る必要もあんまりこうないのかなと思ったりして、運動をちゃんとするようにするとまずその体温が上がります。で、日中の体温が上がると夜結構体温が落ちやすくなるんですね。そうすると結構眠りにつきやすかったりとか、あとは結構僕体重がすごい低くなっちゃって、そこに結構悩んでて、どうやって増量できるかなって考えてたんですけど、運動するとかえって痩せちゃうんじゃないかと思ってたんですね。なんだけど運動すると結構お腹が空くようになって、そしたら結構ご飯も食べれるようになって、夜もこうぐっすり眠れるようになってっていうので、割とうまくこの生活が回り始めたんですよ。っていうところがあったんで、で、そういうことが、結局僕の中ではメンタルにつながってると思うんですね。まあ、メンタルの話じゃないやんと、思ったかもしれないですけど、やっぱね、体が不調だと、心も不調になります。そう。なので、そうなんですよね。結論だから、体が不調だったから心も不調だったっていう。ことになるんですよね。で、体の調子を整えるためには、きっちり体を動かす、運動するっていうことが、重要だと思ってるわけです。で、なんだろう。で、そう、絵を描く人だと、なんか、運動とかそんなもう得意じゃない人も結構いると思うし、別に好きでもないと思う。なんでそんなやんなきゃいけないのみたいに、思いがちかもしれない。でも上手くなんないしね。いくら走っても。なんだけど、意外とね、ちゃんと体を動かすといい影響もあると思ってて、この創作活動において。その体を動かすってすごい想像力の賜物だと僕は思ってるんですね。右手の動かし方と左手の動かし方の違いを説明できないじゃないですか。口でね。体を動かすって、なんとなく想像でやってる部分がすごく多いんですよ。だからこうに、体を動かすことを日頃からやっておくと、結構その想像力が豊かになると僕は思ってるんですね。ずっとね、机の前に座って仕事を してると、それをずっと続けてると、何も思いつかなくなってくるんですよ。で、やる気もだんだん落ちてきて、だんだん体調も悪くなってくるっていうことになるんで、結構運動するとスッキリするし、走ったりするのでもいいですよ。散歩とかでもいいし。そういうのでもいいから、ちょっとこう体温を上げて、呼吸がこう、リズムよく呼吸できるような、走ったりとか歩いたりするのとかでいいと思うんですけど、そういうことをしていくと、創作活動にも僕はいい影響があると思ってるんですよ。直接的にですよ。この、自分の体の動かし方が、こう、よく分かったら、絵の中でキャラクターを動かすのも上手くなると思うんですよね。うん。っていうのがありますので、まあ、もしメンタルの不調に悩んでる人がいたら、運動しましょう。と、僕は思っています。そう。で、何か思い悩んでる時ってどういう状態か振り返ってみてほしいんですよ。だいたい止まってる時じゃないですか。走ってる時に悩みますか？何か。走ってる時に何かこう不安になったりとかしないじゃないですか。何か悩みでなんかこうぐるぐるずっと悩んでることでこう堂々巡りしちゃうような時って、なんかこう布団の中でゴロゴロしてる時とか、なんかこう部屋で一人でじっとしてる時みたいなっていうのが僕の場合は多い気がするんですけど、意外とそういうのって、こう、本当にめちゃめちゃ体を疲れさせる。体をしっかり使って疲れさせる状態になると結構その頭と体がリンクしてスッキリするのかなと思ってます。頭だけすごいのフル回転でずっと絵ばっかり描いてて、で、体は全然疲れてないまま毎日を過ごしてるとかなり僕みたいにこう結構、睡眠のリズム崩れたりとか、なんか食生活が乱れたりとか、しやすいのかなと思いますので、絵を描くのもすごくいいんですけど、たまに運動を取り入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。
とはいえちょっと昨今の状況を見るとあんまりこうね外に出て運動っていうのはなかなかしづらいとこもあるんで、まあ、室内でやれるとしたら筋トレか踏み台昇降ぐらいしかない気がするんで、あとはストレッチか、うん、まあちょっとその辺うまいこと取り入れて いくしかないかな、うん、まあ、体に意識を向けて、その一回この脳じゃなくてこの全身でこう何かをしてみるっていうのが あると、まあ、結構メンタルにいい状態になると思うんで、はい、まあ、だいぶ僕の個人的な経験をもとにお話ししましたけど、まあ、もし参考になる人がいたら参考にしていただければ嬉しいです。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。また次回見てください。ではではまた。